中池住宅は奈良県御節市にある歴史的建造物。同市の中心市街地、旧五所町に多く立つ町屋の一つ。母屋には江戸時代の完成4年の棟札があり、座敷棟、土蔵と共に2007年に国の登録有形文化財に登録されている。中池は江戸時代後期に町商屋を務めた商家で、屋号は茶売り屋、御所町兼チエなど、 江戸時代の御所長の公文書を1000点近く所蔵する。親族の与謝野明子や柳原美白蓮ら歌人の資料も残し、白蓮が宮崎龍介と駆け落ちした直後に書いた書状も確認された。現在も中井家が居住しているため一般の見学はできない。奈良女子大学教授の上野国和らが2004年に 調査を行った結果、創建当時は農家に近い作りの建築だったことが明らかになっている。一家三棟はいずれも登録有形文化財。所在地、奈良県御世市南中二百234、ABC 中池住宅、グラフ、大和建築士中池住宅主や文化、遺産オンライン中池住宅座敷棟から、文化遺産オンライン中池住宅土蔵文化、遺産オンライン、 ありがとうございます。